はい、こんにちはでございます。2023年になりましたね。今日は1月の10日の火曜日ということで、まあ一応あの成人の日も終わって、やっと1月がスタートと、まあそういう感じなんですけどもね。なんかこんなに遅くね、ごまかし君やるのはね、本当に初めてじゃないかなと、そういう感じもするんですけどもね。実はもう1回、もっと早い時期にねやってたんですけども、見事にね、ぼつりまして、まあなかなかね、時間的にもちょっと厳しいかなみたいな部分があってね。で、まあ、まあ結局ね、あれなんですよ、あのパソコンがね、やっぱりこう意外とこうなんかこう古くなっちゃったのかな、どうなのかな、なんかこう今だいたい64ビットとかそんな感じじゃないですか。今でも俺のとこ32ですね。まあ4年5年ぐらい前はね、まあそれで全然 OK だったんだけど、今やっぱ重くてね、1日ぐらいで済むのが、取り込むのがね、1日ぐらいで済むのがもう2日とか3日かかって、その期間ほら何もできないみたいなさ、まあそんな感じがあってね、結構しんどいよ。そんなにね、僕自身がガチャ忙しいとかそういうことはないんだけどさ、結構ね、なかなかやれないみたいな、そんな感じになっているわけですよ。で、まあ今日久しぶりにね、時間が空いたんで、じゃあちょっとやろうかなと思ってたら、強風だったんですよ。うわ、風が、めちゃめちゃ風が吹いてるんですね。で、まあなんかこう、こんなに風がね、そんなに来ないようなところで、やってるわけですけど、果たしてどうなんですかね。まあ風を構うというかね、背中だけガン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 、風がね、突き刺さっていて結構寒かったりするのね。で、気温がね、だいたい10度ぐらいはあると思うんですけど、風がね、風力10メーターですね。まあそんな感じで、スケジュール的にじゃあ明日でもいいんじゃないなんて話なんですけども、明日は明日でまた用事があったりするんですよね。まあとにかくもう正月休みが少しのんびりできるかなと思って、自分自身はのんびりしてたんだけど、ね、パソコンの方はずっと動きっぱなしで、こっちがもうハラハラハラしながらね、まだ終わらねえかよみたいな感じでやってて、やっと落ち着いてね、ちょっと天気がいいしどうかなと思ったらこの風ですよ。ね、でまあ結局今年はまだ1回もね、アップしてなくて、1回失敗という感じでね。いや本当に寒いのと、俺もよくやるよ、本当にもうこのクソ寒い強風の中でね、目の前のね、木々がもう風で揺れてるんですよ、ね、でその他もう体中がもう寒さでビリビリしてるというね、まあそんな感じで失敗したな。カイロあるじゃないですか、ね、カイロをこう背中に貼ってくればよかったんだけど、まさかこんなにね、強風で風が強いとは思わなくて、ね、どうなんですかね、本当にね、これでやってて大丈夫なんでしょうか。あ、これでね、まあとりあえずやってね、なんて言うんだろう、パソコンに取り込んで聞いてみて、もう全然使えなかったらもうすごいショックですよね。まあ、ショックっていうか、なんて言うんだろうな、もう慣れたっちゃ慣れたんだけど、去年あたりもね、かなりね、もうぼつってるんですよ、ね。まあ、去年は本当にもう公園に行くたんびにね、子供たちにやられてね、あいつらまた映り込んでくるからね、何やってんだろうと思って覗き込んできてね、何やってんのとか言うから、バカ野郎みたいな話でね、マラに関係ねえよみたいなね。まあだからもう本当にもう公園でもあまりやる気が起きなくてね、でまあこの前の正月なんかもさ、まだね、休みが続いてるうちだったんだけど、やっぱり出稼ぎの人たちがさ、早く帰ってきたんだろうね。で、子供たち遊ばせる場所がないので、やっぱり公園にね、家族連れで来てるんですよ。で、なんかワイワイやってて、で子供はほらいつものパターンでもう走り回るんですよね。もうギャー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 言ってね、まあ無邪気っちゃ無邪気なんですけど、場所考えてよねって話で、ね、子供といえどもやっぱり社会の一員ということで考えてみたときにね、何もさ、そんなに気使うことはないんだけども、やっぱりこう多少ね、考えなさいよって、 あなたたちが家の中でね、お喧嘩してるのわけが違うんだからさ、ね、巨人の星なんかもそうだけども、星一徹さんがね、茶豚ひっくり返そうが何しようがね、それはいいんだけど、公園でなんかあんなことやってたら、公園でね、それこそ野外でね、茶豚で朝ご飯よっていうのもまた面白いけどもね、でもやっぱり大変だよな。まあそんなことがあって、もしも公園で飯を食ってて、ね、そこで茶豚ひっくり返してるのに大喧嘩始まったら、それは周りの見てる人たちがね、公園だからってさ、やっぱりちょっとどうしたんですかみたいな話になっちゃうじゃないですか、ね、やっぱり公共の場所っていうのはそういう場所で、そういうモラルがあるということは当然あると思うんだけど、いやーもうね、最近はもう本当にひどいからね、保育園の先生たちもね、そういうことを全然教えないでね、ただ転んで、怪我したりなんでしないようにってことばっかり気をつけてね、そういうガキが大きくなるんですよ、ね、そして、成人式の時に大暴れしたっていうのが、なんで最初はああなのかなっていうのは分かんなかったんだけど、そういうことかって最近よく分かってね、やっぱりこうね、いやでもモラルでがんじがらめっていうのもかわいそうだなって思うことがあって、僕らなんか放置でしたもんね。でもね、すごかったんだけどね、僕らの時代ってなんか変な時代だったのかもしれないですね、今に比べてね、もち
ろんなんかもうしょっちゅうっていうか毎日に怪我してたしね、ただ病院に行くかとかさそういうことにはなんないんでね、大体ねそばつけとけ治るよみたいな話でねやってたもんで、そこら辺がねまたやっぱり違うところでもあるんだ。いや本当ね、あのそういう面では今はねもうちょっと怪我しただけで病院行ってきてね、まあやっぱりそういうねやっぱり何が起こるか分かんないってことを言ってばそれ正しいのかなっていうふうにも思うんだけど、やっぱり大変ですよね。これも大変でね、なんだよ、これちょっとやってみよう、帽子をねあのマイクのところにかぶせますね、してこういう感じで喋ってみたら少しは風のあれがなくなるかな。要するにその風防みたいなね、風防マイクみたいなのがあってそこになんか巻きつけてあるじゃないですか、なんかもこもこしたやつがね、でそれと同じようにちょっとこうね、なんていうの、マイクの部分結局風が当たらないように、でもこれも返さなかったらするかな、逆に言うとこうやってみようね、まあいろいろ考えてねやってみてね、まあ、ただやっぱり音声悪くなると思うんですよ、要するにそのね、なんかこう余計なものを通してという感じでね、まあ、それはそれで仕方がないんですけどね、やっぱりこういうことでねもしもやっててさ、風の音がそんなに気がね、あんまり気にならないとかさ、そういうことだったらやっぱりラッキーですもんね。だけどまあどうなのか分かんないからちょっと実験でやってみましょう。まあそんな感じでね、1月も10日になったんですけどもね、もう本当に一体何なんだよって話なんですけど、ただ去年とかはね確かもう雪が1回か2回降ってたんですよね、東京でも、でなんか雪化粧っていうかね、とても綺麗な雪が、そんな写真をねあの1年前のねあのパソコン見てね、暇だからさね、パソコン動いてんだけどさね、動いてる間ずっとそこでボケっとしててもしょうがないから、じゃあちょっと写真の整理でもしようかみたいな感じでね、やってたんですけど、そうするとおうなんだ、去年は雪が降ってたんだなって、もう記憶にないぐらいの雪ですから多分あの1日ぐらいでパーッとなくなっちゃったみたいな感じなんだけど、それでもね白い雪が待ってるというようなその感じはやっぱり、なかなかなもんだなと思いながら、で今年はさやっぱりなんかこうめちゃめちゃ寒いよ、でも雪降ってないんだよね、だからまあなんて言うんだろう、こういう感じでねもうあのねそれこそあれだよな、ちょっと今見てみましょうね、まだ10分喋ってないんだよ、10分喋ってなくてさ、カメラの前に帽子かぶせたから真っ暗だ画面これ今日はこの感じでね、一応その、風の音を拾うか拾わないかということで、カメラに帽子かぶせたというそういうこともねやっぱりね長年やってる間にあるんですよ、1600回ね、まあここのところやっぱり、回数は減ってるんですけどもね、やっぱりね面白いもんですね、そういうふうにねうっかりっていうかね、帽子かぶせちゃったらさ、カメラに帽子かぶせちゃったらそれは真っ暗になるよね、レンズの前だからな、早い話がね、いやそれでなんかびっくりしたかもしれないですけどね、まあこれでうまいことボツにならないで生きるようだったら、暗闇の中でね延々とこう、まだお昼っていうか1時2時までなってないんじゃないですかね、ちょっと時間見てみようか、2時になってますね、14時13分っていう時間帯なんですよね、空はもう本当に雲一つない晴れね、そんな感じなんですけどめちゃめちゃ寒いですよ、というか普通に寒くてさらにこの強風でね煽られてますからね、とんでもない寒さでね、だからこういう時に頑張ってねやっちゃうってのがまたなんかこう、やばいな、うわーすごいぞ、すごいぞね、本当にね、もう一体でこれで帽子かぶせて俺頭ね今髪の毛がもうあちゃかちゃかちゃってね、あの待ってますよ、風でね動いてね、これスキンヘッドとかだったらもう全然あの髪の毛のそういうの心配しないでもいいのかもしれないけどもね、やっぱりすごいわ、なんでこんな寒いんだろうね、本当にこうねちょっと軽い子だったら飛ばされちゃうよね、子供たちとかだったらねピューって飛んでちゃうよね、だから一生懸命タコ紐みたいにつけてさ、タコみたいにさ、それでこう一生懸命こう紐をこうこちこち動かしてね、あそっち行っちゃダメだとか言いながらね、風に任せて空を飛ぶなんてのもなかなか粋なもんかななんて思ったりするわけですけど、いやいやそれにしてもね何を喋ろうかという話はいろいろと考えていたんだけどさ、なんかもうとても寒くてね喋られないっていうかね、なんかこう本当に寒いよ、本当にでも本当にあれですね、去年の10月ぐらいからですかね、まあ、月に1回か2回しかやってないもんな、だからまあ本当そういう面では何やってんだろうっていうね、もう一番当初ね本当に10年以上前の一番最初は月曜日から金曜日まで毎日やると土日休むと、ね、普通の地上波ラジオみたいな感じで、ガンガンやるつもりだったんですけど、まあ紆余曲折がありましてね、今部屋の中でできないっていうかな、YouTube でね5年ぐらい前ですかね試したんですけど、
固まっちゃうんですよ、ね、まあ、その時はパソコンかなとかって思うんで、要するにそのもうねパソコン自体は2000年前ですからね、Windows95 ってのが95年ぐらいですね、だからその後ですよ、だから XP とか、あ、98ってのあったかな、うん、もう忘れちゃってるけど、そのぐらいから始めてるんで、まあ言ってしまえばもう20年以上ね、パソコンやってるわけですけど、なんかその割にはねやっぱ覚えてないしね、覚えないっていうか、うん、本当にバカだからね、あのだってもう20年も前でしょ、だからあの頃さ、ちゃんとパソコン覚えとけば今時はもう何だって OK じゃないかっていう感じだよね、うん、拡張子がどうしたこうしたとかね、ファイルが違うんだよこれはとかね、今だったら本当にもうビビりながらね、ウイルス入らないようにしなきゃとか言いながらね、でウイルスって本当にあるのかないのか分かんないよねあれね、でもやっぱりその一番問題なのは動きが不安定だってことだよ、うん、ね、でちょっと引っかかったらもう動かないみたいなね、まあそういう感じでね、であれですよね、なんか Windows 10になったらあとはもうなんか10でおしまいだみたいな話だけど、 Windows 11とかが出てきてね、で、まあ、Windows 自体がもう次から次へとアップデートっていう話だったんだけど、なんかあと2年ぐらいで Windows 10もアウトらしいことになってね、 Windows 11買わなきゃいけないんだけど、でもなんかこう 2,3 年前まではね、Windows 11に、バージョンアップとか言ってたんだけど、最近ねなんかあれどうなってんだろうなとかって見たら、あんたのパソコンは容量を満たしてませんとかってね、いや Windows 10は容量あったんだけど11になるとねそんなに余裕ないもんな、はっきり言ってな、でまして5年ぐらいも使ってるしさね、まあ、その時だってなんて言うんだろうな、なんとかね動画とかそういうのをなんかこういじれるぐらいのスペックったら、まあ、結構ね食うからねとか言いながら、インテルいくつとかって入れてね、でそれでなんかまあこれぐらいで大丈夫じゃないのって見たら大丈夫だったから大丈夫だなと思ってやったんだけど、今はもうね32ビットが64ビットになって、ね、倍だよってね、まあ、あれは大体ワンランクアップしたら倍になるからさ、まあ、倍とは言わないんだけど、でもそんな感じで、であと細かいところは全然わかんないからねもうね、で特に携帯になるともう全くダメだから俺なんかね、うん、だからこの前だって迷惑メールになった、これは迷惑メールなんでしょうかとかね、でパソコンだったらすっごい注意するんだよね、ウイルスとか入ると嫌だからさ、ね、だけど携帯たかとか電話でさ、なんでそんなに苦労しなきゃいけないんだよって話でね、まあメーカーっていうかまあ、ワイモバイルのところに行って言うんですけどね、いやこれはねメーカーのサポート範囲外ですよ、範囲外も何もね、この機種に入ってきてんだけどなウイルスみたいなね、うん、じゃあ何が範囲外なのよっていう話になってくるとよく分かんないんだよね、だって携帯電話でしょみたいな、いや最近はパソコンと同じですよって、じゃあパソコンにすりゃいいじゃないかってね話でね、まあそんな話をうろうろやってましたけどね、まあなんかめんどくさくてもうとにかく、ね、本当にこうこれ若い子だったら初めからそんな感じだからさ、無理なくやれるんだろうけど、やっぱりこっちはね、なんか電気製品でもなんでもさ、もう未来の電気製品とか明るい未来とか言ってね、なんかポッチ中華のスイッチ一つ押せばさ、もうすぐ映ったりさ、テレビなんかさ、そんなことだからスイッチつければ映るんじゃないのっていう、そのぐらいのことをやってくんだけど、だからパソコンすごいすごいって言うけど、昔のテレビの方がすごいよな、スイッチつけてチャンネルひねれば映るんだから今みたいにさ、なんかこうパスワードとかなんとかも全然聞いてこないしな、あんなのな、で、なんていうかな、まあ、昔の映像とかなんとかだから古臭いってことは当然あるけどもさ、今だって全部使用するんだろ、ああいうものはさ、だから、なんていうの、技術が大切なんだろうけども、多分技術じゃないんだよね、映ってるものなんだよね。例えばね、亡くなっちゃった、もう随分前に亡くなっちゃった映画スターが出てる映画とかさ、そんな古いんだけどさ、やっぱり出てるのを見て、やっぱり感動するもんな。これ古いからダメとかね、どんな名作でも古いからダメとかって言わないもんね。そういうことでやっぱり映ってるものとかさ、でもまあ、そういう意味でいけば、やっぱり昔はフィルムだったから、写真とかもそうだけど、フィルムだったからさ、やっぱりある程度高価なもんだし、やっぱり記念写真とかそういうものがメインになってくるじゃないですか、残すのはね。だからあまり風景の写真とかそういうものはないからさ、で今ね、例えば昔のことを思うとすれば、そういうね街の風景写真とかそういうのが見てていいなとかって思うんだけど、今ちょっと違うもんね、そういう面ではね、まあ、そんなことでもうだんだん写真が撮られて、ね、もう風景写真が貴重だっていうのもないからね、やっぱりかっこいい方がいい、綺麗な方がいいって話になってくるとね、やっぱりこうインスタントのカメラじゃなかなかね難しいぞって話になってくるわけですよ。ね、こうやってね帽子かぶせてね、スキンヘッドじゃなくてスキンかぶせてね、配信してんだけど、果たしてこれが通用するかどうかだよな。まあ本当にもうこんなことやっててどうするんだって話だよね、このクソ寒いのに。これで風邪なんか引いててコロナだったらもう最悪じゃないかよ。ね、おかげさまでね、コロナにはならなくてね、なんか調子悪い、このとこ本当調子悪いってことはやばい。
でまだ20分なんだよね、19分50秒だって。そういうところ本当調子悪い調子悪いってことばっかりなんだけど、体調的にもね調子悪いってことなんかこう、やっぱりストレス溜まってんのか何してんのか分かんないけどテンション上がってんのかやっぱ疲れてるんだろうな多分な、だからそういう面では少しぐっすりと眠ればね治るような感じだし、あとはまあ風邪薬とかちょこっと飲んでね、安静にしてればまあ次の日は元気になるとかね、熱もあれだしな体温もねそんなにこう、まあ、熱と体温一緒か、ね、コロナみたいに38度とか9度までならないしね、37.0 っていうのが最近の中ではもうここ 1,2 年の中で一番多かったかな。その時もなんか体すっごいだるくてさ、なんかこれはちょっと寝込まなきゃダメかなと思ったら37でね、で37って見た瞬間から急に元気になってさ、なんかね、まあそれでも薬飲んだけどね、風邪薬飲んだけども、で1日ぐらいで治ったかな、元に戻ったって。今なんかやっぱりそのね、いろんな病気っていうのがあっていろんなものを読むとさ、これはまずいっていうのはあるんだけど、やっぱりストレスとか疲れとかね、それがあれだろうな、一番問題なんだろうな。やっぱりそういうものがなければ少しはまだまだ健康でいられるかと、まあ、あと俺は心臓やっちゃったからさ、ね、やっちゃったっていうか、まあ、知らない間にやっちゃったなったんだけどさ、なんかやっぱ悪いことやっちゃったっていうか、規則正しくない生活してたんだろうな。やっぱりそういう面ではかなりね、ハードなことを、ね、自分じゃハードだと思わないし、他から見ても客観的に見ても何やってんだ、好き勝手やってて何やってんだって話になるけども、でもやっぱハードだったんだろうね。でまあそんな感じでやっぱりあの心臓がやっぱり手術してから調子悪いっていうのもあるよね。あのいつも言うように先生とかもなんか検査とかの数値はねそんなに悪い数値じゃない、まあ、決していい数字じゃないだろうけどさ、だけどやっぱり僕がね自分で感じてるよりやっぱり数値はかなりいい数値らしいんだ、だけどやっぱりね、心臓だからいつ止まるか分かんないよっていうこともあるじゃないですか、ね、でいつ止まるか分かんないのにこんな寒い時のところでさ、ね、カメラに帽子かぶせながらねブツブツブツ言ってるっていうねこれ一体何なんだ一体みたいなこともあるわけですけどね、まあしょうがないです、時間ないですから、ね、今日もまたね、ちょっと用事の途中で、まあ1時間ぐらい作って、一応音だけっていうかね喋りだけ撮ってみたいな感じだったんだけど、まさかねカメラに帽子かぶせるとは思わなかったな。まあでもそういうこともあるし、まあ、これがね、でもさ、それは面白いと思うのよ。だけどやっぱりそれがボツになってしまえばね、ゼロですから、ないと一緒だから、ね、まあ、これが使えることを本当に望んでます。2023年第1回目としてね、こんなことやってたんだみたいなねことがね、本当に原始的っちゃ原始的なんだよ、早い話が、ね、もっとだからちゃんとできるはずなんだろうけど、やっぱりね、個人でというか自分でごちゃごちゃやるのはこんな程度だよね。おっとこの音はね、そうだよな、救急車のサイレンの音ってさ、外に出ると毎日のようにね、サイレンを聞かない日がないっていうぐらいさ、やっぱり救急車っていうのは結構ね、サイレンを、ね、鳴らして走ってるなっていうのがあってさ、でやっぱりその考えてみれば若い子たちはあまりね、そういうことはないだろうから、やっぱり年寄り多いんだなと思うよね。で実際にさ、元気な年寄りも結構多くて、スーパーマーケットなんて行ってごらんなさいよ、もう元気な年寄りばっかりだから、病気っていうか病院もそうだよね、元気な年寄りばっかりだから、なんか調子悪いやつは病院にも来ないからね、もう入院してるかどっちかだから、もうそういうこと考えればね、本当にもうなんていうか、あ、こんな寒い中でもこんなバカなことやれてるっていうこと自体がもうね、ある意味ミラクルね、ミラクルミラクルみんな来るね、そういう感じでございますね、と言いながらねガンガンやってますけどね、やってるっつうか本当大丈夫かこれ、本当にね帽子かぶせちゃって、いや俺は寒いんだ本当にね、今日は久しぶりにね、2日間ね、家の中にこもりきりだったんですよね、そして、今日はね少し外でちょっと歩こうかなと思ったんだけど、まさかね、こんなに寒いとは思わなかったね、まあでも歩いてないからこういうことになるかもしれないけど、まあ仕方がないや、まあでもやっと1月もね、連休の時期が終わってこれから本番という時ですからね、まああまり風邪で、ダウンとかそういう病気になっちゃったりとかはしたくないですけどもね、まあでもね、まあ連休というか正月休みの時にバタバタやってたもんね、あれこうだってね。でもそれでもねやっぱり去年なんかに比べればやっぱ半分 50% だったね、今年はちょっと初詣とか行けなかったのでね、ちょっとした事情でね、でそれで結局いつも1日にね、どこだ、十条とか板橋とかあっちの方に行ってる、ね、いつも初詣ツアーみたいなのあるんだけど、ね、それいつも毎年毎年こう、ね、配信でカメラ持ってって、ね、今年はこういう年になるといいねとかって喋ってたんだけど、それがもうないっていうかね、それをやんなくていいっていう、いやそれはそれでいいんだけども、でもやっぱしね、それはそれでやんなくてはいいんだけど やりたいよね、というか初詣出てなくてもね、だからなんかパタパタしてめんどくさいからさ、もう1年に1回はそれやろうと思ってるんだけど、でも1年に1回初詣出なくてもね、やっぱりその大体が撮影所、あ
跡とさ、それから品原演芸場とさ、ね、あの辺ぐるぐる回って、ね、うん、あと巣鴨でね、おじいちゃんおばあちゃんの原宿を歩いて、ね、まあちょっとね、時間があればそこでお参りとかしてね、うん、そうやってフラ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 こう歩いてみたいなと、正月の雰囲気でね、宮城道を聞きながらね、ちゃんちゃららららららん、ちゃんちゃらららららんってね、あのね、春の海ね、でも実際春の海、本当あったかそうな海だなとかって思うけどもさ、実際歩いてると寒くて寒くてね、もうね、1月だからね、何が立春だっていうね、春に立つのはいいけどさ、ね、突っ立っちゃうのにさ、春の朝に立つのはいいよね。だから初夜明けとかはそれでいいんですけどね、だけど寒いよ本当にね、本当に嫌になっちゃうぐらいのね寒さでね、どうしたもんかと思うんですけどね。いやいやいや、今日は少し短めでやめとくよこの寒さだからね、と言いながらもまだ全然時間経ってないんだよね、まあもう少しやらないで、ね、で今日はどうしようか、本当にこの後帰っちゃうかな。ね、さっきね、しょうがない出てくるぞって頑張って出てきたんだけどさ、もうじゃあ帰っちゃおうかとかって思ってていかんな。で、そういう時間を潰しているとさ、絶対こうなんて言うんだろう、やっぱりその積み残しが出てくるんだよ、いつものことでね。でそれはでも絶対やんなきゃいけないっていうかさ、やっていた方が絶対いいとかさ、もう本当にこれやらなきゃダメだよとかね、そんな感じだからさ、もうしょうがないなと思ってきたよね。こっちの方に、また同じ道ですね、池上の方に行くから、やっぱりあれかね、東邦大学かどっかね、 あそこに赤十字とかあったもんな、またな、結構病院多いからさ、ね、そういう面では、一体どこに、すごいな、スキンヘッドがね、風に飛ばされそうになってるんです、ね、今、やっぱりそうじゃなくてね、またスキンヘッドかぶせましたけど、しかし、使えるかね、これね、使えたらいいんだけどな。ね、でもあれだよね、スキンヘッド被せたばっかりに音が全然入ってなかったりとかね、そういうこともあるだろうからね、やっぱりそれ頑丈でね、風の音を遮るために普通の音も遮っちゃったみたいなね、そういうようなこともやっぱりあるだろうから、まあね、でも本当にこんな時でもやるかよ、ね、もうそれであれだよね、また後日さ、いや今年はボツが多くてねなんてやってたからね、これはまたすごいや、本当にだから去年とかもう毎年毎年ねボツがめちゃめちゃ多いよ、ここのところ、うん、去年なんか50回ぐらいしかできてないんだよね。いつもだったら70とかさ行くんだけど、もう本当にね、まあ、特に後半ねちょっとまたできなかったんだけど、なんて言うんだろう、インスタとかやり始めてから写真ばっかり撮ってるからさ、まあ、楽でいいっちゃ楽でいいんだけどね、うん、でもどうやったらね見てくれる人増やせるか分かってないからね。だからすごいよ、今でもさ笑われちゃうんだけどさね、LINE ってなんじゃん、 LINE、うん、で LINE やるとさ電話とかできるよとか言っててさ、じゃあ LINE やろうよってとりあえず2人で、LINE で友達だったんだけどさ、2人ともねほとんど電話してないね、っていうかね、電話よりメールしてとか言われてね、メールするために LINE やってんじゃねえぞこっちゃんみたいなね、まあ、そんな感じはあるんだけど、いやでもほんとすごいよ、インスタもね結構写真いけるんじゃないとか言ってさ、うん、じゃあ写真はとりあえず載っけたら面白いよねって言うけど、やっぱりね Facebook とかね Twitter にはねかなわないなっていうか、まだ昔からやってるからね、うん、だから昔からの名残でさ、まだお友達で残ってる人もいっぱいいるしね、うん、なんか最近だけど本当にね Twitter なんかでもさ、友達リクエストとかって来るんだけどさ、なんかみんな怪しい人ばっかりでね、うん、でだからなんて言うんだろうね、なんか一言とか二言書いてみたいなね、どんな人だかこっち分かん、会ってる人だったらいいけども、知らない人だったら分かんないからさって言ったら、もう誰もね、来なくなったっていうかさ、そういう感じですよ、ね、でまあだからいろんな意味で考えてね、もうやっぱりあれだね、そう今日か昨日かさ、うん、いや YouTuber がどうしたこうしたっていうのがあってね、 YouTuber っていうのはなんかすごく儲かるらしいんですよね、お金になるらしいんですよ、ね、でももうそういう時代を取り過ぎたって書いてあったら、いやそれはYouTuber の人がダメになっただけなんじゃないのとかって書いてあるけどさ、そんなの関係ないよ、ダメなのはダメなんだからさ、ね、うん、ただやってればそれなりに1人とか2人とかね、見てくれてる人がいるっていうね、そういうことはあると、確かにね、本当はね、ネットになってからやたらさ、そのネットのね、なんていうの、換金っていうのがめちゃめちゃ安くなったよねっていう、だから昔そうね、10年15年ぐらい前かな、作家の人がね、ネットで要するに電子図書にしたらさ1年でさ30円しかね印税が入らないってブーブー言ってたよ1人頭 0.0 いくつとかさ 0.0 いくつとかそんな感じなんだろうな、うん、いやなんていうかやっぱり
うん、そういう意味ではやっぱりその報酬みたいなもののさ額というものがガン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 切り詰められていくっていうってことはあるね。でも一体じゃあどこがどれだけ儲けてるんだって話だよね、うん、まあそういうことはねやっぱりもう俺なんかには難しいから分かんないけどさ、うん、でも本当にそう思うよ。あのやっぱりその個人の働きに対するちゃんとした対価っていうのは一体いくらなんだろうみたいなことっていうのはやっぱりちゃんとやんなきゃいけないよねって話で、うん、そうしないとやっぱりなんかこうバカみたいにそんな感じだもんな。あ、いやいやいや、でも本当すごいわ。あ、すごいね。あと10分ぐらいなんとかなんだかな。あ、寒いって、ね、寒いって100回言えば一度アップとかね。そうすればね、寒い一度アップしねえじゃねえかよとか言ってね、本当そんな感じでございますわ。でもね、こんなに綺麗な青空ないぞ。あ、そうだね、風がこんなに強いけど、でもあれだよな、結局あの宇宙とかって考えてみて、その星があってさ、ね、風がガンガン吹きまって、なんの理由か分かんないけど風が吹いてるみたいな。で考えてみれば地球だってさ、ものすごい速さでさ回転してるわけじゃん。じゃあ絶対風が起きるよね、うん、そう思うよ、うん、だから俺たちがもうなんていうの、そういう中で自分の動きが間違いなく動けるっていうのはやっぱり一体どうなんだっていう感じはあるよな。面白いよ、そういう意味ではね、なんだかんだ面白いと思います。一体何が何だか分かんないしね、うん、でもこれからね、本当にそうだな、一つも二つもいいや、なんか分かる、ちゃんと分かって、書き切ったものが、ね、一つも二つもね、頭の中でも、どこでもいいですよ、頭の中でも、目の中でも、足の中でも、何でもいいから、こう、入ってくるとね、勉強できると、やっぱりいいなとかって思っちゃうんだけどさ、いやいや、それにしてもね、もう本当にもう、やんなきゃね、この寒さ、俺も頑張るよ、本当にボツになるの覚悟で、ボツだよ、見たときは。でもボツになるったってこれね、帰ってきてまたパソコンに取り組むんじゃない。でその時パソコンの時間がね結構食ったりするわけよ、ね、わざわざボツのためにね、結構時間を使ったりもするわけだな。なんと無駄な時間なんだろうね、うん、まあやっぱそんなことだね、だからそういうことをしてやっぱりなんかね、だからなんだ、デジタルショーとかそういうのはやっぱりね、まだまだ作ってもいいかもしれないけど、まだまだ安定してないというか、まだまだ全然ね、おもちゃみたいなもんじゃないですか、はっきり言って、ね、だからそこでね、なんかもう一生懸命ね、持ち上げてもね、しょうがないなって思うんだよ。でだから結局あれじゃないですか、うん、そんなことやってね、個人情報ボロボロでね、もう盗まれたりなんなりしてごちゃ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 やってさ、そういうことをやればいいのにさ、ポイントとか言いながらポイント給付とかね、ポイントなんか給付なんかしてもらってもしょうがないって、ちゃんと働いてちゃんと金もらった方がよっぽどいいじゃないですかね、どういうことなんだ本当にみたいなね、そういうことがねやっぱりあるんじゃないかなと思います。いやこのライブだけどあれはね、今やってるのがもしもあってできたらすごいなと思うよ、このクソ寒い時にね。いやもちろんだから北極とかさ、マイナス何十度の世界から比べればね、外でやってても、まあ何やってんのって話になるけどさ、でもやっぱりそれはそれさ、やっぱりこの寒さ、別に薄着してパンツ一丁でやってるわけじゃない、裸でパンツ一丁でやってるわけじゃないよ、なんかちゃんと着込んでるんだけど、いやもう少し着込んでこればよかったなって、宇宙服みたいな感じでね、着込んでさやればよかったなっていうね、まあそういう感じもすごくするんだけど、しかし本当に寒いぞね、いやだから本当こういう時はやっぱ気をつけないといかんさ、この寒さとかね、体に本当に悪いから、いいのだろうか、こんなことでね、もう何十年もね、経ってるわけですけど、なんかもう少しね、人間でこうなっててもいいような気がするよね。ただなんかちょっとなんかあったらまたちょっとなんかわけがわかんないけど、わーっとなってしまうみたいな、そんなことはねいけないし、やっぱりこう落ち着いてね、落ち着いて、アンドアイラブハーの、アンドアイラブハーでいいのかな、よくわかんないけど、まあとにかく愛こそすべて、こういうニードイズラブでね、やっていかなきゃ、本当そうよ。俺も寒そうだけどね、歩いてる人も寒そうというね、まあ、そういう感じがとてもする、うん、そんな状況の中でね、こういうことやってるんだよバカだねーとかいう感じだけどな。じゃあそろそろちょっとこれ外してみましょうか、どんな感じだか。ほら元に戻っただろうって、俺がいや、なんで外したいかって、俺が帽子かぶりたかっただけの話なんだよ。いや寒いんだから本当にさ、うん、でもやっぱりこれはあれだぜ、何も言わないけど、これもうそろそろ終わりだっていう証拠だぜね、なんで真っ暗だったんだっていうね、そういうことがこれでわかるわけですよ、帽子かぶせたっていうね、ね、おかげさまでこっちはもうガラガラですよ、ね、なんか嫌なっちゃうなまあまあこういう時もやっぱりあるし、なんかね、まあそういうもんだな、俺たちだって人間ってそういうもんでしょ、何でもうまくいくって思ってたら大間違いでさ、ほぼなんていうか、ほぼ 90% はもうなんか知らない間にわけのわかんないうちになんか終わっちゃってて、もうあれ終わったんだみたいなね、まあそんな感じじゃないでしょうか、まあそんな感じでブツブツやっておりますけどもね、もう今日早く終わるよもうね、まあとにかく大丈夫かどうかっていうのはちょっと問題だけどさしょうがないよね。
っていうか、まあこれが一発目だとやっぱり2023年ってすごい年だなって思ったりもするけどさ、まあそれはそれかね。いやもう本当に寒いわ、ということでね、まあなんとかなるといいけどね、できるといいとね、いいけどね、まあこれで1年の先だったら本当にそれはそれで面白いよ、波乱万丈ね、万丈吹きながらさ歌う波乱万丈ね、こんな感じでございます。まあというような感じでね、早く暖かい春って言うと、春も結構寒いからな、なんとかんで言うね、桜咲いてしばらくするまで、要するにゴールデンウィークにならないとあったことにならないしな、しょうがないよ、この寒さはね、仕方がない、It's very cold matchね、マッチで火をつけよう、ね、そんな感じでございます。今日も一日ね、この後もうたくさんいいことがあるといいなっていうそういうことなんだけどね。うわなんかこう頭が暖かくなってきたら急になんかこう調子悪くなってきたな、寒いのは寒いのでいいのかもしれない。はい、ということでどうもありがとうございました。こんな感じですがうまくできてればいいなと思います。それでは、おやすみなさいです。グッドナイト。